Japanese. Yo, how's it going, Shizaki? Three です。よっしゃっしゃ。Three. とカメラマンは Yang. Woo! Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. やられたらやり返す。それ直樹。倍返しだ。それ直樹。行っちゃって。よいしょ。今スローボーイ君家にいますよね。はい。彼今編集してますよね。はい。今日は撮影一本って言ってますよね。はい。彼もう寝てないですよね。はい。もうドッキリでしょ。きゃ。ダメじゃねえぞあんまりよ。本当そうだよ。でも左に遅刻してきたやついいけど大丈夫。マジ許さないです俺。本当そうだよ。誰。お前だよ。俺かよ。でかい。ガチガチ。元プロダンサーにガチガチの振り付け踊らせてみた。うわ。おい。誰だ元プロダンサーっていうのは。誰だ元プロダンサーっていうのは。おい、なめんなよ。うちに元プロダンサーっていんのかよ。いるんだよ。無水ひげが。はい、こちらの企画なんですけど、いつかやりたいと思って。はいはい、はい、早かったね、はい、まさかの、はいはい、でもやっぱりタイミングとしてはまあいいのかなと思ったり思わなかったり、うん、ラジバンダリんはいえちょいちょいさ、アンチコメって来るじゃない、はい、よくさ、なんかこうダンス下手じゃねえとか、はい、これを見ればやっぱてめえら何も知らねえんだから何も言ってくんなよと、はい、思うんじゃないですか。もうそのコメント来なくなるでしょ。来なくなるでしょ。まあまず簡単に言うと僕もそうだし、まあ、スリーもそうだし、うん、スローもそうなんだけど、もともとダンスそれやってましたね、はい、で、リキとしてはスローが一番長いのかな。一番長いね、一応、ね、で、俺がまあ2番でこいつが3番なんですけど、うん、スローボーイくんね、なんとプロのダンスチームに以前所属してまして、はい、本当のガチガチなやつね、はい、で、それでスローボーイくん担当してダンスも踊れると。そう、ミュージックステーション出てるからあいつあとカウントダウン TV はい、まあ、そんな感じで振付師とかバックダンサーもやってました、はい、でですね、本日はそんな彼にその時のダンスが踊れるのかと。出た。もう今無縁だからね、そのダンスと。今ちょっとどれくらい踊れるのっていうことで、まあ、検証も兼ねてるんですよ、はいはいはい、検証と恥ずかしめだよね。マジ恥ずかしい。で、じゃあ一回ダンス見せますか。そうだね、そうだね。じゃあそのダンスを見ていきましょうか。これですよ。おっそマウアウトマリオになってもう今踊れないでしょちなみに2年前ぐらい。恥ずかしいだろうな、スロー。はい、うまい。うま普通にうまい。うまいですよ。えまい。違う、かっこいい。違うね。無縁だね、本当に今のリオさん。はい、でですね、僕たちはこういうダンスもできますよっていうことを彼に証明していただきたくて。確かに、まあ俺らはさ、そういうコレオとか、はい、そういうダンスの大事なところはもうずっと練習してきました、はい、そういうのを実は崩して今のヒットをやってるんだよっていうのをね、うん、やっぱみんなにも分かってもらえたらいいかなっていう。そうだね、はい、100キロぐらい太ってますからねあれからそれは言い過ぎ。だからこれを見てなんか俺たちのダンスがどうとか何も知らねえやつがガタガタ言ってんだろだからこれを見ててめえらもう何も言ってくんな。本当だよ。気色悪い。お、いいんだ。今日すごいね。今日すごいよ。言わしてもらうとき言わしてもらうよ。おー、おい、うん、じゃあ俺も言わしてもらうとき言わしてもらっていい。ああ、遅刻すんなよ。いや、そうだよ。本当だよ。もうやるよじゃあ、まあ、手としては手としては今スローボーイヤングの家で編集してます、はい、なんで今から俺とスリムとヤング突入してって、はい、もういきなりスローこの曲聞き覚えあるってさっきの曲かね。で彼の様子をまず1個撮ります、はい、でそっから、まあ、多分覚えてないでしょ。もうパッとするのかなしないか分かんないけど、その反応をまず撮ってから、うん、いやこの曲で踊ってと、はい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 、であの振り付けを蘇らせていただきます。で今日はもう彼のその踊るシーンを撮って、まあはいはい、みんなでリアクションですよね。確かに確かに。これ既存の忍者ファンはかなり嬉しいんじゃん。いや、ね、嬉しいでしょう。スローの過去嫌なのスローだけでしょだって踊れないわけないんだから。だから自分の振り付けなんだ。スローしかも一番踊れるから。マジうまいからね。やっぱコレオは彼が一番だよ。キッズは俺が一番だけどな。何が言いたいんだ。地獄見よ。あり。逆にいいです。なんだっけ。何してんの。サブちゃん。スロー。ん？この曲聞き覚えない。あるよ。それこっちに、それこっちにいて、今日の主役なんだから。何ドッキリ？何ですか？誕生日？なんでだよ。これ丹精込めて作ったんだ。ではこっち見てください。本日の曲、スローボーイにガチガチダンス踊らせてみたー。元プロダンサーは今でも踊れるのかな。やれやれたらやり返す。400倍返し。
今日これ踊ります、あなた一人で。激やだ。一応ちゃんとさ、ダンサーとしての経歴があるわけじゃん。まあ、そうだね。俺絶対なんか来ると思ってたけど、これだとは思わなかった。なんでよ、一日一本だけないじゃん、撮影が。これ覚えたわ、これ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 、ほら覚えた、覚えた、見たくないよ。ほら、覚えて、ほら、かっこいいな、この人。ちなみにこの服って今あるからね。実際でしょ、しいな。ね、これ超恥ずかしいね。うわお前らマジで地獄みたいな客思いつくな。マジでちゃんと分からせたいじゃん。ちゃんとしたダンスをやってたんだよっていうのをスローが証明してくれる。意味あるか。なんかヘイターいるじゃん、てめえら何も知らねえくせにくっつる。俺 M ステ出てんだよって言え。ほらよくいるやつだろ、過去の栄光にすがってるやつ。ジャパニーズスロー、どうですか。やだ、始まるよ。やだよ。それではスタート。やるからにはスロー頑張ろう。おーい、もうやだ。あれ、あーなってんだ今作ったな。ワンちゃんもなんでお前も一緒覚えてんだよ。早っ、早いな。スロー、あの必要さとか入れるのマジなしですよ。ダメだよ、ガチガチにこれですよ。 R&B ダンサーで、ガチガチにちゃんと R&B で。やっぱりこれ見てわかるでしょ、うん、こういう練習とかもうめちゃくちゃ死ぬほどしてきましたよ。もう俺ら寝ないでやってきました。本当にそう。けどやっぱり思ったんですよ、人生楽しまなきゃと。間違いない、楽しむためにあるんだよ、うん、でやっぱダンスとかもさ、こう何でもそうじゃない、ね、ラップもそうだし、わかんないけどやっぱこう楽しんだ方がね、やっぱいいのも出るし、うん、 そうだね、そこ忘れちゃいけないんだよね。間違いない。はい、スローが最終確認をしております。すごい早い、ほんと30分くらいだよね、マジで。マジでそんぐらいっす。まあガチガチのやつはちょっとまあ取っといてるんですよね。そう、全国のダンサーのみんなに夢を与えるために、ね、かっこ悪いな。ジャパニーズ、気づいたらこんなおしゃれだ。面白い。なんでだ。今から踊るからちょっと今マスク外します。はいはい、どうですか、蘇ってきました。蘇らせてたね、無理やり。やるしかないんだよ。取れ高だろ、だって取れ高だろ。そう、私これだ。これ落ちはどうなる。落ちはあれじゃない、スリムが。落ちはあれ、スリムが。スリム行きますか。じゃあ、じゃあスロー、甘めのスロー見ててくれよ。おーい、バウアウとオマリオンでガールフレンド。やっぱ先輩ってかっけえな。かっこ悪いよ。そう思ったらバカだな。あ、いい雰囲気だったのに。スリムちゃん、どうでしょうか、この状況。誰もガールフレンドがいません。おい、何やってんだ。すげえ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 。なんか何とも思わない。なんか前より上手くなってません。なってる気がすんのよ。多分これのおかげだね。めっちゃかっこよかった。どうですか、スロー君。よく来るじゃないですか、うん、ヘイターの方たちが。そうですね、こいつらダンス下手くそすぎとかね、うん、それ言う前に自分のできることしよう。おい、めっちゃ、これはやばいな。よし、飲み行くぞ。やってないとこ。何やバカ。どこもやった。なんでそれが取れたかと思うの。よし、俺のよし、ディラン・マッケ、それディラン・マッケ、よし、オッケー、ディラン・マッケ、よし、オッケーだ。よし、なるぞ。よし、いいぞ。楽しかった、スロー。やっぱ楽しいよ、ダンスは。ヒッツもダンス、コレオグラフもね、ダンス、そう、全部もうダンス。楽しむことが第一。間違いない。言ってくるやつはどっか行け。おわ、以上。マジうまかったな、普通に。